日もみんなで許されざる呪文を言いましょう。せーの、クレシオインペリアバタケタブラー。これ挨拶にするから、これからよろしく。次、上昇。うわー、注意するよ、飛んでるよ。あいね、楽勝、意外と本気の乗り方。やばい、ちょっと待って、なんだこれ、すごい、すごい、すごい、しちゃったんだろう。やるね。それね。何？気安く話しかけてくるなよ。どうした？授業を抜け出すのに興味があるんじゃない？やりたい、やろうぜ。一緒に抜け出そうよ。最高の。これ怒られないかな、小川先生に。いい景色だよ。エヴァレット、もっと最高なところを教えてくれ。小川先生の笛だ。うん。今日のツアーはここまでにしよう。え？もうちょっと遊ぼうや。もうちょっと遊びたかったべこなのに。でもあんま遠く行ってないし、セーフやな。急いで宝器を返した方が良さそう。はーい。ここで降りて。うまっ。これがスリザリン生よ。トップの主席。どこに行っていたの？え？どこにも行ってないですけど。二人で少し減点せざるを得ないわね。違うんです。エヴァレットに脅迫されました。クロプトン。でも先生。黙れ！お前は小川先生に対して。私は脅されました、小川先生。あなたもよ。はい。今後はもう少し分別ある行動を取りなさい。すみません、脅されたと言って もなかなかうまく飛べていたわよ。小川先生、一生ついてきます。ベコアラのこと見ててくれてたんや。小川の件はごめん、悪かった。おめえのせいだぞ、マジで。いい加減にしろよ。ある眺めだったろ。いや、なかったね。叱られたくなかったよ。お前バレないようにしとけよ。かもね。やっぱ他の生徒を信用しちゃいけねえな。でも大したことないさ。足引っ張られるわ。君には本気の才能があるよ。本当？ちゃんとしたモデル。次。今日は何をお探しで？何円なの？600円とかだ。エンダーダッシュってさっき見た目がいいって言ってたやつだよね。それは最高級品だよ。なんか火燃えてますけど、後ろ。なるほどね。あ、ホグワーツ寮はちょっと、あれだ、ちょっとダサいね。ちょっとこれはちょっとなんか、ほうきみたい。トイレのほうき。ムーンクリーム。これは最高級品だよ。え、でも、なんか値段みんな同じなんだ。ウィンドウィスプ。それは最高級品だよ。全部それやん。全部最高級じゃん。それは最高級品だよ。もう全部それ、マジやめて。え、ユービーバーがレアって言ってたペコだよね、ユービーバー。やっぱレアなものには、惹かれるのです。このほうきならきっと満足するよ。約束する。ありがとうございます。レアほうきいただきました。お前騙したんじゃないだろうな。それうちの近くでも売ってたよ。嘘だろ。レアじゃねえの？それを直す。次。んで。あ、おしゃれなシルクハット。すいません。ここの店で見つけたんですけど。ゴミなので売ります。ツッキン、こんにちは。わーい。あれ大丈夫、これ店のもん普通に食ってるけど。すいません、なんかお店で買えるものあります？すげえ盗み食いしてるけど、これ逮捕されない？セーフか。さよなら、さよなら。スリザリンに戻る。2階もあるぞ。え、窓はあるけど階段なかったぞ。2階もあるぞって、そこが1階でこれ2階だと思ってる？そういうこと？ただ飯だけ食ってる。ただ飯食いに来たなんかとんでもないやつって思われない？これ店員さんから。うめえうめえうめえ。むしゃ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 。腹減ったらこれからここ来るからよろしくっつって。うめえ。ここのものすべて父上が買うと言っている。包め。次。え、誰だよ、なんか声ぶりが。静かにできないの？寝ようとしてる人がいるのよ。あ、待てよ、これ上に。知恵を召喚して確かめてみたらどうだ？知恵を召喚？知恵を召喚してやってみろだってよ。でもこれ上行けそうな気もするし、下も行けそうな気もする。バカにされてるよ。
おしゃべりの、おしゃべりな絵ばっかの、ここは燃やし尽くしちゃう。ペコアラが許されざる呪文を覚えてなくてまだよかったの。次、あ、いるじゃん、ペコちゃんのしもべを背に刺したやつ。かわいい。危ない。え、この子マジかわいくね。あ、来ましたか。来ましたか。リークは今行きます。うん、リークが来る間にこの部屋に現れたものを。え、かわいくないの。あなたたちセンスなさすぎじゃない。さすがにこの子かわいいじゃん。例のあまりにもキュートすぎるよ。光栄です。友達でね。え、かわいいよ。一緒にこの部屋を見つけたんだ。見てよこのかわいさ。二人で話した。かわいいの概念お前壊れてる。ペコちゃんのかわいい概念壊れてないよ。え、リュークかわいいと思う人多いと思うけどな。これ必要なものが必ず揃っている部屋に。確かにちょっとおじいちゃん。耳毛とんでもねえな、おじいちゃん。だよく見たらあれや。説明がつきました。みんなはもうよく見てたんだね。ペコちゃん遠目からしか見てなかったわ。宿題の遅れを取り戻せる場所なんだ。ようだね。え、かわいい。不明な医療品について確認してくれる。ペコちゃんのリューク見て。自分が身につけ。かわいい。ホキホキのリューク。ありがとうね。ありがとうね。最強の魔法使いになって、お前も鼻が高くなるようにペコちゃん頑張るから。そうだね、俺だってほうきくらい持てるけど。それじゃ手短に出現呪文を教えるよ。部屋は必要なものを全部自動で出すわけじゃないから、ね、デュークでええねん。お前デュークは魔法使えんだぞ。ほうき入ってるだけじゃねえんだよあいつは。魔法使えんの。教えてやろう。デュークを一緒にすな。たかがあいらがほうきで入ってるだけじゃないや。学術書物専門店買わないとかでも金ないからな。そいつ同じとこしか掃除してないぞ。え？一枚一枚丁寧にやってんだろデュークは。あなたたちはケチをつけることしかできないのか。デュークのように純粋な心持てや。かわいそうに一枚一枚もうちっちゃいところからやってくれてるじゃん。サボってないわ。ふざけんなよ。デュークに嫉妬すんな。あ、そうだ、デュークのこと教えてください。私が聞きたいです。え、みんなも聞きたいよね。私よりも長くホグワーツにいてね。別にいて。デュークの準備ができたら、おい、デューク、デュークにヘイト向かすな。もう一度言うけど、マジで提案をしっかり聞くように。かわいそうにデューク、別にいて言われて。ありがとうございます。頑張りな。頑張って掃除してんの。部屋の中でなんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとかなんとかなん